どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、曲を聴くだけで1000円2000円という報酬がもらえちゃうというね、まあそんな、まあ副業といいますか、そんなね、うまいお話の紹介でございます。で、皆さん音楽は聴くでしょ。最近聴いてないですか？音楽聴いてその曲をレビューするんですよ。この曲はこうだね、ああだねと。そうするとそのレビューに対して報酬が入るって話なんですよ。で、音楽を聴くのって大体ね、3分とか長くても5分ぐらいだと思うんですよ。まあそういった普通の曲を聴いてあなたの感想を記事にするだけです。もちろん書くっていう作業は必要になりますけども、ちょっとこれ興味ありませんか？こういうふうなね、ブログが紹介されてるんですよ。一曲聴いたレビューで1000円稼げる音楽キュレータープレイリスターになる方法を解説ということですね。音楽キュレーター、キュレーターっていうのはまとめるとかね、まとめた上でこれいいですよって紹介するっていう意味もあるんですけども、プレイリスターっていうのはプレイリスト、つまりいい曲をこうやってね、順番に並べるっていう人のことなんですよね、簡単に言うと。まあそういった仕事があるみたいですね。しかもこれむちゃくちゃ簡単で、登録して、で曲を聴くという。で、聴いた曲をこうレビューするみたいな感じですよね。これをまあ1日1曲ぐらいやるとどうでしょうかね。まあここに1曲聴いたら1000円稼げるってありますけども、これドル円の関係なんですよ。日本円で考えたら今1400円か500円ぐらいになってるんじゃないかなと思いますよね。まあですんでね、1000円から2000円という言い方をさせてもらいましたけども、よくないですかこれ。CD を買うのに今1枚シングルだったら1000円とかじゃないですか。うん。で、それがまあなんかもらえるみたいな感じですよね。はい。で、ずっと下の方に行くと、音楽キュレータープレイリスターとは何だとかね。あと個人で稼ぐにはどうすればいいんだってことで、プレイリストプッシュとかね、サブミットハブに登録するんだよって書いてますよね。うん、まあこれね、本当に、私がさっきお話した通り、個人で稼ぐにはプレイリストプッシュとかサブミットハブに登録するんだよって書いてるじゃないですか。この2つ。大まかな流れとしては音楽キュレーターを募集しているサイトに登録し仕事を得るという感じでしょ。うん。シンプルですよね。現在メジャーなサイトとしてはこの2つがあるよってことで、今日繰り返しを紹介させてもらってます。プレイリストプッシュでキュレーター登録する場合、表題にした1曲聴いてレビューで1000円稼ぐには、プレイリストプッシュというサイトで、ここにね、リンクがありますから、キュレーター登録すると。で、トップページのカスタマーズの項目で、Learn More をクリックすると、少し詳しく条件や待遇が読めるということですね。で、それをまとめると、1レビューあたり最大12ドルの報酬。12ドルってことは今ね、もう2000円ぐらいになってるんですね。しかも支払いは即銀行口座に。インディーズアーティストの応援にもなるということで、そうですね。インディーズのアーティストさんが、その、お金を払って、この曲を、俺たちの曲を、レビューしてくれ、紹介してくれっていう形なんでしょうね。で、新規アーティストを見つけるきっかけにもなるということですよね。はい。なるほどね。で、リアルな購入ではないフォロワーなどのプレイリストをなんとかかんとかって書いてますけど、この辺はすっ飛ばしましょうか。よろしかったらまた読んでいただければと思いますけども、まとめです。1曲1レビューで、マックス12ドルの即支払いの高待遇。だいたい2000円です。で、登録条件は対象のストリーミングサービスなどで、プレイリストフォロワー1000人以上。ということですね。ここですね、多分ネックはね。ただ私たちがいきなり言ってもらえるもんではなくて、フォロワーが1000人ぐらい必要だってことなんですよ。ですので、この時点で、あ、自分には無理だって思うかもしれませんけども、フォロワーを集めるために、ここに登録してね、みたいな感じで、ここのフォロワーになってくださいねって感じで、YouTube を利用すれば、結構早く広まるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくね、早く稼げる人って早くやってるんですよ。これ何でもそうですけども、この話を聞いて、あ、音楽聴く時間あるなと思ったらすぐ登録して、フォロワーをね、1000人する作業に入ればいいと思うんですよ。で、フォロワーが1000人になると何がいいことがあるかっていうと、例えば第一生命のね、ネオバンクっていう、アプリをダウンロードして紹介コードやったら1500円みたいなやつも紹介してますけども、それも取れるんですよね。だからどこかで自分が発信したら何百人か、1000人か2000人がその情報を受け取ってくれるっていう風な、その媒体を作る必要があるんですよね、ビジネスをするとき。そうすると何をやっても稼げるようになるんですよ。で、今はね、SNS を毎日投稿すれば、フォロワー1000人とか取れますんで、やってみてくださいってことです。ただね、毎日投稿しないんですよ。多くの人は。気が向いたときにするんですよ。それじゃあ、お金にはなんないですよね。お金を払う立場の人って、気が向く向かないに関わらず、契約通りに払うでしょ。だからやっぱりその契約に沿ったリリースをこちら側でもしていかなくてなってことですよね。
はい、ということでね、くどくどとお話しましたけども、まあ、音楽聴いて儲かる話という切り口もあるよということでございました。ね、音楽好きな人はこれできると思うので、やってみたらいかがでしょうか。それでは。